先生殿、もう遅かったじゃん。とりあえず今日私が作った自作忍術見てみない？忍術研究部はまだ正式に認可されてないけど、でも諦めない。いつかは忍者が公に認められる日が来るはず。なんかの原因でみんなゾンビみたいに忍者になったりしないかな。忍者を広めるために後輩たちも頑張ってくれてるの。伊豆名もつくよもすっごくいい子。あー、少女忍法帳みちるっちのチャンネル登録者数が増えない。何が足りないんだろう。恐竜要素とか。あー、何？いつか言ってた色仕掛けの術。何言っちゃってるの先生殿。それカメラに向かって投げキスとかってことでしょ。そんなハレンチなの絶対無理。よくぞお戻りになりました先生殿。お仕事の準備は充電なんだけど、その前に宿題手伝って。お願い。あ、先生殿、今こそ忍術研究部が活躍する時だよ。さあ、ささっと鮮やかに解決しちゃおう。須玉一座は暴れるわ、本名部から圧力がかかるわ、ギヒナのパンデモニウムソサイティは面倒だわ。んで、もう一体何なのさあ。あ、先生殿、今何した？急に触られるとびっくりするんだけど。忍者とは諦めないもの。最後まで走り抜け、何があっても任務を全うする。私たち忍術研究部もそうなんだってことを見せてあげる。陰陽部の依頼を鮮やかに解決して、今度こそ正式な部活として認めてもらうんだから。あ、先生殿、今何した？急に触られるとびっくりするんだけど。あ、びっくりした。あ、今から出陣？了解。どうも先生殿、ミチルです。